クーポンお配りしてますよかったらどうぞおやそこのお兄さん興味が何のクーポンですか実はこの辺りにコンセプトカフェが新しく開店しまして執事喫茶バトラーって言うんですけど名前の通り私たち使用人がいらっしゃるご主人様たちにご奉仕する喫茶店です お嬢様はもちろんのことお兄さんみたいな旦那様も多くいらっしゃってますよなのでお兄さんもこの機会にどうですかきっとご満足いただけるかと <laughs> 顔が赤いですよではお兄さんのご来店いえ旦那様のご帰宅、お待ちしております いた、ついに見つけた私の旦那様おかえりなさいませ旦那様ああなたはこの前の <laughs> 来てくださったんですねお一人ですかではこちらへどうぞ当店では一人のご主人様に対し一人の執事がつきます 今回は私が旦那様につきっきりでご奉仕させていただきますね。んよく似合ってるですか <laughs> ありがとうございます、ご主人様。私、見ての通り背が高いもので。少々コンプレックスだったんですが、旦那様にそう言っていただけるなら、背が高くてよかったなって思います。あ、いけない。 上話が過ぎましたねでは席の方にご案内させていただきますこちらへどうぞドリンクは何にいたしましょうか私のおすすめとしましてはこちらのアフタヌーンティーセットを頼んでいただきますとキッシュやケーキなどの洋菓子に加え私が旦那様の好みに合った紅茶を入れさせていただきますいかがでしょうか承知いたしましたではこちらで それでは私は紅茶を入れてまいります。戻ってきたらたくさんご奉仕させていただきますね。それまでしばしお待ちを。<laughs> 本日はありがとうございました、旦那様。私としても非常に名残惜しいのですが、用事があるというなら使用人の私に止める権利はございませんので。えまた会いに帰ってくるですか 会いに行って私にですか <laughs> そうですか。それは何よりでございます。それじゃあ、これ、私の連絡先です。本当はダメなんですが、旦那様は特別ということで。またお帰りになる時、ぜひ連絡してください。精一杯のご奉仕させていただきますから。 では改めて本日はありがとうございましたまたのお帰りをお待ちしておりますそれではいってらっしゃいませ旦那様あ見つけた <laughs> お静かに願います旦那様そんな大声を出されたらここがいかに路地裏といえど 通行人が集まってしまいますですのでどうかお静かに <laughs> 言い方を変えましょうか「黙れ」って言ってんだよそのまま静かにお願いしますね早速ですが単刀直入に聞きますなぜ当店にお帰りになられないのでしょうかなぜ私の連絡を無視するのでしょうか なぜ私に会いに来てくれないのでしょうか一つずつ丁寧に答えてください早く答えろよなるほどカフェに行けなかったのは最近忙しかったからじゃあ連絡を無視する理由は通知がバグでオフになってた <laughs> そうですか では、私に会いに来てくれなかったのはは怖かったえ私がですかふざけてるんですかああもしかして殴られたかったりしますじゃなきゃこの状況で人の神経魚でするようなこと言いませんよねわかりましたじゃあ思いっきり殴りますね32 いーはいストーカーしてただろって <laughs> ストーカーではありませんよ私は監視していたんです旦那様に不埒な輩が近づいてきてはいないかどうかだって従者が主人の身を守ることは当たり前のことでしょそれをストーカー扱いだなんて本当に人をイラつかせるのが上手い旦那様だ わかりましたどうやら旦那様は私の主人であるということに自覚がないようなので指導させていただきますねおっと暴れないでください旦那様そうじたわたされてはお召し物が汚れてしまいます絶対に話しませんよとりあえず私の家に行きましょうか実は旦那様のために部屋を増やしたんです いつか同じ屋根の下で暮らす時になったら、旦那様に使っていただこうと思っていまして。本来なら、旦那様にリラックスしていただくための部屋ですが、当面の間は教育部屋として使いましょうね。じっくりと時間をかけて、旦那様としての自覚を持っていただきます。では、一緒に帰りましょうか。私だけの、旦那様。